よっしゃ。はい、石巻市です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は令和6年の9月の13日になります。ということで今ですね、ちょっと舞茸シーズン前なんですけど、ちょっと舞茸ちょっと早いかなと思いまして、今日はこの時期に採れる美味しいキノコを採りに来ました。さて何でしょうということなんですけど、大イチョウタケというものです。大イチョウタケを今採りに来たんですけども、ですね、ちょっと新規開拓しながらですね、今日ちょっと多めにですね、なんか探したいなと思いまして、大イチョウタケ採りに来ました。真っ白いキノコなんですけど、結構ですね、炊き込みご飯したり、例えばあとナスと肉と炒めたりですね、結構さまざまな料理に使える、結構ですね美味しいんですよ。これもレアなキノコです。さあそれでは今日はですね、大イチョウタケを皆さんと一緒に楽しく取っていきたいなと思います。それではよろしくお願いします。じゃん、おっと、めっけたぜ。いや、めちゃくちゃ出てる。わあ、ちょっと開いてるかな、ちょっと開いてるかな。あ、でもまあまあまあ、塩蔵もちょっとしたいので、ちょうどいいですかね、もしかすると。いや、クモの巣やべ。これがオイチョウタケです。よいしょ。いや、めっちゃ今年なんかオイチョウタケ豊作ですね、多分。ほら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 、この白いキノコが、そうなんですよ。一見ですね、なんか白いキノコというと毒キノコが多いですよねという方多いと思うんですけど、ですね、これがオイチョウタケです。よっこらせ、はいはいはい、これがオイチョウタケです。特徴はですね、もうこの手のものだと、例えば白髪もどきだとか、土かぶりだとか、これの前に出るキノコが多いんですけど、この時期に出るのはですね、ほぼほぼオイチョウタケと、もっとあるんですかね、なんかあまり見たことはないんですけども、こんないいキノコが見つかりました。オイチョウタケ、特徴はですね、ちょっと後ほど別のカメラで、ご紹介します。さあそれでは撮っていきましょう。よいしょ。これどういうところに出るかというと、一番出やすいのが竹林ですかね。で、山形の場合ですと、竹林はですね、あまり竹林に出るということがあまりないんですよね。ですので、ほら、しっかりとしたキノコなんですけど、それとですね、わ、なんていうんですかね、このちょっとした斜面にも出るんですよね。斜面に出ます。これぐらい開くとちょっとなんか分からなくなる人多いと思うんですけど、これ本当になんか10キロ20キロなんて楽に取れるキノコなんですよね。まとまって出ます、こんな風に。もう塩漬けとかすると最高ですので、まあ最高というか塩漬けもそうなんですけど、ですね、あとはちょっと小さいのがないので、なんか分かりやすく説明したいんですけど、ちょっと説明できないですね。よいしょ。もう間もなくハケゴが満杯になりますね。1回目もうビニールに入れないといけないですかね。よいしょ。これですね、ものすごい大きくなるんですよ。実はすごい大きくなって、直径でいうとどれぐらいなのかな、なんかものすごい大きくなるんですよね。炊き込みご飯ものすごい美味しいんですよ。で、これですね、なんか最近愛知県でしたかね、なんか愛知県かどっかで作りのものをできるようになったらしいんですけど、それもですね、なかなかそのなんていうんですかね、作りのものなのでちょっと品種がちょっと別だということもあるんですけど、いや、よいしょ、ちょっと下りますか。分かりやすいのがないんですよね。で、これもですね、タイミング逃すとめちゃくちゃですね、でかくなるんですよ。でかくなります。最大の特徴はこの柄の部分がですね、徐々に下の方に向かって、細くなるんですよ。ヒューッとこう、なんていうんですかね、ヒューッと細くなるんですよね。それが最大の特徴なんですけど、あとここのひだの部分もですね、かなり密集してるんですよね。これ後ほどちょっと今ですね、カメラが広角レンズなので、別のカメラで後でお伝えしたいなと思うわけですけど、あとですね、ちょうど、ここのひだのですね、この傘の
縁の部分にですね縦線が入るんですよね、コマーク。これもちょっと別カメで、今見えないので別カメでお見せします。もう今の時期なので結構標高のですね高いところから低いところに出てきます。今ここの標高がですねだいたい500前後のところに来てます。ですのでおそらくですねこれからずじんぐり歩いていくとものすごい量取れるんじゃないですかね。いやでもここだけでももうすごいですね、めっちゃ出てるんで、ここだけでも多分もう十分な量取れますね。ほらほら、すぐにこの履き具満杯になるんですよね。ちょっと1回目袋に入れないといけないですね。よいしょ、これもう最初から袋に入れてる方が多分楽だね。これだけ出てると、去年ですねなんかあんまり行ってなかったんですけど、これですね群雄一丁竹っていうのもあるんですけども、群雄の方だと竹林近くにやったりすると結構多く出るんですけど、山形の場合ですとこんな竹林という竹林はあまりないので、こんな風に杉林が近辺にあるところのポイントでですね、湿気があるところに出るんですよ。これこのキノコ湿気があるところに出ます。ですので、よいしょ、湿気のあるポイントを探してください。今度はですねちょっと沢の近辺に来てみたんですけど、ほらほらほら、これがですねものすごく大きいですよ。よいしょ、ほらこんな感じです。すごい大きいんですよ。これ分かりやすいですね、見えますこのカメラで。縁の部分、この傘の縁の部分にですね縦線が入ってるんですよ。縦模様が入ってます。これも特徴の一つです。あとですね、ひだの後ろ土かぶりだとか、あいった系統のようにですねこう触ると乳液出ません。乳液出るのはですねほぼ危ないと思ってください、白いキノコで。それからですね、さっきも言いましたけど上の方が太くてですね下の方が細くなるというのも特徴なんですけど、こんな風に大きくなるんですよね。でちょっともう今一袋ここに置いてます。ちょっとですねなんか見せたいものあるんですけど、なかなかないんですよね。ないですね。なんかすごい豊作なんだな今年、びっくりした。去年ですね本当にあまり出なかったんですよ。なので今年は大豊作と言っていいほどの大豊作だと思うんですけど、去年のですね今年とほぼほぼ同じ気候だと思うんですけど、なんか土のキノコようやく出て、なんかですね心配してたんですよ。実は大イチョウタケが取れ始めてからですね舞茸が始まるんですよ。ですので大イチョウタケが出ない年っていうのはなんか舞茸もですねあんまりいまいちなんですけど、今年結構大イチョウタケがですね豊作なので、もしかするとワンちゃん舞茸も期待できるんじゃないかななんていうふうに思います。これオイチョウタケは、こんな風に取った時にですね触って、プクプクすると、傘の部分だけ使用するような、キノコなんですけど、私はですねプクプクしてても取ってきます。本当はですねここ切って置いていくのが一番いいと思います。そうするとゴミにもならないですし、それが一番いいのかなと思います。いやーなんか久々になんかめちゃくちゃ出ましたね。でですねオイチョタケなんですけど、これですね足がものすごい速いキノコなんですよ実は。後でですねちょっとあるかな、ですね本来ですねまんじゅう型にですね来てるんですよ。まんじゅう型ってわかりますかね。ここのですね縁の部分がですねこう丸くまんじゅう型に、いてます最初は。それが朝はですねまんじゅう型に出てもですね夕方ぐらいになるともうですねすでに開き始めるというキノコなんですよ。すごい足が速いんですよね。なので取るタイミングがですねめちゃくちゃ難しいキノコではあるんですよね。ですので本来ですねちょっとまんじゅう型ぐらいのですね大きさで取りたいなと思ってはいたんですけど、ちょっと今日はタイミングが合わずちょっと開いてますけど、全然ですね使用できる形ですので私は取っていきますけど、もしですねちょっとまんじゅう型のものをですねちょっと取りたいなと思ってる人はぜひぜひちょいちょい足を運ぶのもいいんじゃないでしょうかね。こんな風に城を見つけるとですね毎年取れます。毎年ですね同じ箇所に出ます。それで
こんな風に先ほども言いましたけど、上からですね一直線にブワーッと下まで城を作るのが特徴なんですよね。でこれ円角っていうことはあまりちょっと私は見たことがないので、ちょっとあれなんですけど、本来ですね円を描くようなキノコではなく、縦にですね縦状に城を持つキノコです。いやめっちゃでも今年出ましたね。出ましたよいしょ。でこれ食べ方なんですけど、オイチョタケはですね、私の場合こう触ってプクプクしない程度だとこのまま使います。プクプクすると上のですね傘の部分だけ調理するような、形をとってます。これですね何が一番美味しいのということなんですけど、これはですねまずはやっぱり炊き込みご飯でしょうね。一番私が好きなのは炊き込みご飯です。それで、もう一つ、それからですね結構中華系にも合います。例えば今の時期秋ナスとかですね、なんかそういったもの、まだあると思います。秋ナスと一緒に、例えばですねなんかその、麻婆ナスと一緒にこれを一度下茹でしたものを入れてもいいと思います。それか、何でしょうかね、オイスターソース、そういったものと一緒に、中華でですね中華風にするということもいいと思います。それも美味しいですよね。今日ですね実はこの後ちょっとエッジのところにちょっと行くんですけど、ちょっと作ってもらいましょうかね。なんかこれ持ってって彼はどんな料理をするのかというのでちょっと検証してみたいと思います。意外とですね料理好きなんですよ、あの人。ですのでこれおいちょだけを持ってって、まず何のキノコかを当ててもらって、それからほらほらほら、ここすごいよね。もうこの出方がもうこれ一箇所ですね、ものすごい城見つけるともうほぼほぼですね20キロだとか取れる場合もあります。でですね長年取ってると若干ですねこの城を移動するんですよ。20メーターとか移動する時もあります。ですので一度見つければほぼほぼその近辺には毎年ですね出ますので、皆さんもぜひですね取って味わってください。これが出るといよいよ秋のキノコがスタートなんじゃないかなという合図ではあるので、皆さんもぜひぜひ。この何もないですよね今時期的に、山形はそうなんです、何もないんですよ。本当にびっくりしますよ本当に。去年のですね9月も何もなかったんですけど、今年はですねなんか昨年以上に9月のキノコがあまり出てないんじゃないかなと思いますね。よし、もうぼちぼちいいかな、もうやばいぐらい取れたぞ。多分ビニール袋で多分5つぐらいは取れたな。もうこれでもう塩漬けも完璧ですね。塩漬けとあとは今日はちょっと炊き込みご飯で食べたいなと思います。よいしょ。でこれ持ち帰る時のポイントはやっぱりこのプクプク感と硬いもの、それで見分けしてもらえればいいかなと思います。ほらすぐいっぱいになるんです。よいしょ、綺麗ですよね。あ、これ分かりますかね。見るとちょうどですねこのですね傘の部分の外側が丸みを帯びてますよね。これがものすごいまだまだですね丸みを帯びてるんですよ実は。出た時はです、出た時は丸みを帯びてます。ほらこんな風にくるっとなってますよね。これが特徴なんですよ。でこれがですねまんじゅうのようにもっと丸みを帯びてますから、出た時はそのぐらいのタイミングで取るとですね柄の部分も調理できます。これぐらいちょっとですね開き切ってしまうと柄の部分を取って柄の部分を取って、それからですね傘の部分だけ調理するという形になると思いますので、取るタイミングが非常に難しい繊細なキノコではあるので、皆さんぜひぜひこの時期、今ですね、今です。舞茸の前あたりにですねよく群生して出ますので、ぜひぜひ皆さん取っ
ってみてください。さあ、それではですね、ちょっと車止めまで戻って、咲いてですね、中身がどうとか、そういったのもですね、ちょっと細かいところの部分皆さんにお見せしたいなと思いますので、それでは車、戻ります。はい、ということで今ですね、ちょっと車止めまで戻ったんですけども、たった10分ぐらいですかね、今山入って10分ぐらいでですね、約5袋ぐらい取れましたかね。はい、これがオイチョタケです。今が旬ですので、ぜひ皆さん、取ってみてください。ということで、これちょっとですね、今、割ってみたいと思うんですけども、中がどうなってるのかということなんですけど、結構先ほども言いましたけど、傘がですね、開いてくると、中の方がですね、ちょっと空洞になるんですよね。なんですけども、まだ饅頭型のもので取れば、ですね、茎の方もしっかりしてまして、茎の軸のところもですね、使えますので、この状態だと傘の部分、ちょっと割ってみたいと思いますね。ということで、ちょっとこれ割ってみますね。これを割ってみます。さて、ちょっとこの辺ですね、なんか。はい、ということで、これなんですけども、ほら、ちょっと空洞になってますよね。これが大きくなると空洞になるんですよね。で、これが空洞のもの。ちょっとじゃあ半分に割ってみます。さあ。ということで、パッカ。ほら、中の空洞がですね、結構こんな風になるわけですよ。先ほどですね、これ切ったものなんですけど、これだと、まあ、これだとちょっと微妙だな。これがいいか。はい、開くと、この、ひだっていうかですね、傘の部分がこんな風に上向きになってですね、開いていくんですよ。一方ですね、その出たばかりのもの、ちょっと出たばかりのものでも、ちょっと一番いいもの。これですね、割りかし硬いので、これちょっと割ってみます。これが、結構わりかし硬いものなんですけども、空洞になり始めてますよね。そうなんですよ。饅頭の状態で取ると、こんな風に身がですね、しっかりと入ってるんですけど、こんな風にですね、やや虫が入ってたりするものもありますので、傘の部分だけ使うというような感じになります。あとですね、特徴は、もう一度言いますね。特徴です。このひだの裏の部分がですね、ものすごく、この密集してるんですよ。ほら。こんな風に。例えば、白髪だとか、白髪もどきだとか、例えばですね、それから、なんだ、土かぶりだとか、そういったものはですね、ここまで密集してないんですよね。それも特徴の一つです。もう一つの特徴は、わかりやすいものがないか。わかりやすいものがないか。ですね、この根元の部分にですね、亀裂が入るのも特徴なんですよね。オイチョタケって。ここに、ひょっと。例えば、これにしても、ちょっとここに縦に亀裂が入るという。ちょっと大きくなると亀裂入ってくるんですよね。それと、一番の特徴は、ですね、ここです。ここの、ひだの縁の部分。ここの部分に、縦のですね、線状が入ります。縦線状が入るんですよね。見えますかね。ちょっと、じゃあ今、カメラ、ズームイン。ここのところ縁見えますか？縦線状になってるところ。このちょうどここの縁の部分です。これですね、カメラだとちょっと分かりづらいのかもしれないんですけど、縦線状入ってるんですよね、周りに。ずーっとこんな風に。これも特徴なんですよね。ですので、もし見分けがですね、つかない時はですね、ぜひぜひこんな風な見分け方をしてみるのもいいのかなと思います。ということで、今日はですね、皆さんに、この、大イチョウタケという、今の時期とっても美味しい。これもですね、結構レアなキノコなんですよね、実は。なかなかですね、取られないキノコなんですよ。知っている人が取るという。もう美味しいの知ってる人はこれ取るんですよね。必ず炊き込みご飯だとか、中華系だとか、いろんな料理に
使えますので、ぜひこの時期皆さん見つけたら取ってください。今日はですね、大いちょう竹をご紹介しました。さあ、それではこの後料理コーナー行ってみます。それでは時飛ばし。はい、これなんしたんだ、これこれはちょっと見てもらいたいなと思って、なんだか鑑定鑑定してもらいたい。俺が、うん、なんだかなと思って今日取ってきてみたんだけど、なんだか食べるんだな。他のキノコありません。他のキノコ、大いちょう竹、正解です。大いちょう竹で、大いちょう竹取ってきたんだよ。で、これ湯がいてきたの、これ、うん、湯がいてきたのもう持ってきたんだけど、これ生のやつ。さあ、これからここに6種類の料理のメニューが入っております。これを引いたものを直ちに作ってもらうという企画です。なんでこういう、さあどうぞ。バカげたことばっかりして、1枚の紙さよ、2匹かかってっから、それ3枚入ってっから、さあ聞いてください。まだ今年もいじられやぐが俺、はい、いいですか。母ちゃん左じゃねえの、これで1枚。さあ、うん、1枚、はい、あ、ちょっと見てください。なんだ、なんですか。大いちょう竹の炊き込みご飯だと、うん、あと中華料理だと。はい、よろしくお願いします。炊き込みの終わんねえな。どんな感じ。これ、醤油で味付けして、うん、あと、つゆでご飯炊けばいいので、きのこは後乗せ、炊き終わったら、うん、だからこれは処理してきたのよ。あとこれはこの米の高い時ね、なんでこいつ選ぶんだべ、俺まもなく米いっぱい出てくるから。これが何や、ということで、これ、あ、それ、あの、会津に来てくれた、わかめ、ね、かきわかめ、塩漬け、トンビニ、わぁ、ということで、これを今から作っていきたいと思います。まいつかの肉いたな、ちょうどあったやつあったから、肉いたな。これよかった。ビッグオーマン。一応これヒントで買ってきたんだよ。ヒントで。ナスバリかな、おにぎな。ん？ナスだけ食べるなんて、おにぎなは。いや。大いちょう竹。あとミルクがだね。さて、それでは試食会します。試食会。はい、どうぞ。うん。うん。びっくりした。美味しい。うまい。杉若いと全然違うべ。歯ごたえいいんだね。で、杉若いとは違うべ、うん。もうあれがないべ。杉若いみたいなこう、うん、わーっとしたの。うん。ダメ。うまいんだ。中華に合う、歯ごたえいいだ、意外なキノコなんです。これうまい、うまいだ。これ何でもいいと思います、皆さん。味噌でも、例えばあとオイスターソースとか、そういったあと醤油だけとかでも合うと思います。バターとか、うん、まあ、中華風にしてぜひご賞味ください。大いちょう竹の肉味噌炒め、これうまい。違うな、大いちょう竹の肉味噌ナス炒め。さあ皆さん、大いちょう竹の炊き込みご飯、これに例えば油揚げとか糸こんとか多分いろいろトッピングしてもいいと思うんですけど、今回は大いちょう竹をふんだんに使ってですね、これ炊いていただいたんですけど、どう？食べたい？香りはすごくいい。え？香りはいい。
うまい、うまい、うまい、うまいのよ。ないでこさ。ない。食いたくなってきた。食いたくなってきたのか。食いたくなってきたの。今持ってきてくれた。だからうまいんだって。だから大井町滝の炊き込み。本当なの。さあいただきます。めっちゃうまいと思う。多分。うまい。多分つうかうまいんだぞ。うまい。うまい。あ、これはうまい。これ分かりやすく言うとあれだ、ブナハリのご飯みたいな。初めて食うよ。初めて食う。それで食感がいい、柔らかい、ね、タギガダがうまいもん、うん、ちょうどよかったね。どうや、水加減ね。どう、うまうまいね。うまテンション低いな。うまいって言ってくるもん。うまいうまいべ。うまい。これやっぱ炊き込みも美味しいんだぞ。うん、美味しいね。ということで今回はですね、大イチョウタケという結構レアなキノコなんですけども、ですね、取り方に関しては動画の方でご説明した通りにあんなポイントで取れますので、ぜひぜひ。レパートリーもですね、多いキノコですので、ぜひぜひ皆さん取りましたらこんな風に炊き込みご飯や芋煮やら、それから中華料理やら、うん、ぜひぜひ真似してやってみてください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。拍手は？うん、拍手。